ということは流す気はできないなというふうに思ってるんですけども、それとですね、停電が長引いてしまったんでね、だから60歳ですぐ協力しようっていう人がいなくなりましてね、だからますます自立はできるだけ自立するしなきゃならないというふうな方向に来てることは確かです。いろいろ、面白い話というのは、草取りなんかでもそうですね、よその地区で、やはり NPO で、ケアセンターみたいなことをやってるところがあるんですけども、若い人にボランティアで草取りを頼んだら、いつまでたっても終わらないって言うんですね。で、きれいにもなってないと。それで怒っちゃった人がありましてね。で、聞いてみると、マンション育ちで草取りをしたことはないって言うんですね。だから、やはり生活の様式に合った前の世代の人ぐらいの、一緒に次の世代ぐらいが担わないと やれないかもしれない部分というのはあるように思うんです。